はい、続いての質問がこちら。今のベリーズ工房に足りないものは？ねえ、だってさ、うん、やっぱぶっちゃけ9つとかさ、まあ、小学生のみんなが集まってベリーズ工房ですって言ってたのをさ、やっぱ今でも思い出すわけ。なんかせーのみたいな感じで、はい、言ってました。もうそこそこ大人になってきたところでベリーズ工房ですみたいな。いや、でもあるじゃん。もうちょっとやる気ありますよ。いやいや、もうちょっとあります。いや、それわかるよ。いや、やる気はあるけど、でもやっぱもうベリーズっていうのもさ、だからもう工房はいらない、ギリベリーズでいいかなっていうならない、なんか気持ちない、おい微妙な顔すんだよ。なんか俺、そう、なんかそれは言わない約束じゃないみたいな顔すんだよ。そういう顔すんなよ。まあまあ、でもね、そういうのもなんかあるかなと思って、まあちょっと行こう、一応。はい、そうですね、その答えがこちらです。団結力。ああ、清水さん、なんかいざという時は団結力すごいんですけど、うん、もう7人が自由奔放すぎて、はいはい、なかなかまとまらないんですよ。だから常日頃団結力すぐに出したいなって思います。ああ、なんかいざっていう時には出る。なるほどね。キャプテンとして見ては、うん、やっぱこの、だから逆に普段を知っててこうギュッて集中した時の凄さを知ってるだけに、はいはい、これでずっといろよと。そうですね、という気持ちもあるわけね、うん、はい、なかなかスイッチ入るのに。ちなみに、なんかほらよくあるじゃん、こうやって詰めた話でさ、俺こう、私こうなんだと、こういうことやっていきたいし、うん、私もこうだよって時にさ、ずっとさ全然集中しないとたまにいるじゃん、一人たまに、なんか大体いるわけ、はい、聞いてんの話みたいな、たまにいるじゃん。なんかお菓子とかさ、そうですね、ずっと肘で盆地上げとかさ、歌舞伎上げ肘で割ることだけに集中してるやつがたまにいるで、綺麗に笑ったみたいな、綺麗に笑ったみたいな均一、すっげえ均一なんですよ。そういうやつ誰？ちなみにベリーズ工房の中で隣の人だよね。いやいやいや、絶対そうだよ。聞いてください、本当、私ってそういうのに見られがちなんですよ。いや、もう思ってる、見られがちじゃなくてそう思ってる人がいるわけ。いや、実際やっぱお家でいろいろ考えますよ。みんなでいるところで考えろよ。じゃあもうそこも集中しろ、お前は。団結力ですね。そこ団結だよ、一つになるってことだからさ。いや、一つになるってどういうことだと思います？やばい。いや、だからやっぱさ、だって7人が集まったってそれは一つになるっていう意味と同じじゃないですか。いや、そうそうだよ。だからその中で、はい、だからさ、うん、この曲はもっとね、例えば振りだったら、うん、振り、ここのところの振りは必ずこう高さをみんな一緒に合わせようって、横ちゃんと、だから自分だけじゃなくて、うん、どこで上げていくかっていうところは必ずさ決め、なんで笑ってんのかな、俺ら。お前のために言ってんだから。どっちかっちゃお前のために言ってんだろ。私団結ってそういうことだよね。なんか気持ち一つになるってことだからさ、うん、いや、私も常日頃プライベートでもやっぱベリーズ工房どうしていこうかって考えてますよ。本当本当です。ないよな。ちなみにそういう時にやっぱ引っ張ってくれるのはリーダーなの、やっぱりキャプテン。そりゃそうだよ、うん、ね、なんか小柄さからさ、なんかそういうのなかなかこう、なんかうまく言えなかったりとかするのかなと思うけど、ちゃんとビシッと仕切るんですよ、この辺は。なんか去年から副キャプテン持ってきたんですよ。あ、そうなの。はい、夏焼きみやびちゃんが副キャプテンに就任したんですね。うん、今更増えてどうすんのって話したけど俺してみたらね、うん、でもだ、元からそういうポジショニングじゃなかった？キャプテンはキャプテンって感じだったんですけど、あんまりガツガツ引っ張るって感じじゃなくて、うん、陰でみんなを見ててくれてるっていう、うん、あ、夏焼きさんの方がグイグイ行くタイプだったの。割と意見をみんなに言ってくれるタイプだったので、副キャプテンになってもらいました。なるほど。9年目 ?10 年目にして。10年目。はい。10年目。10年目にして副キャプテンができたんですよ。そこぼんやりだったらお前何話せばいいか俺に分かんないよ。はい、もうね、もういいよ。まあいいけど、まあ、これでちょっとね、またでも、はい、ベリーズのことがちょっと分かってきてさ、うん、もういよいよ本当に次こそお願いだから全員で来てよ。そうですね、本当に。だってさ、
いや、ちゃんとももちも会ったこともないし。あ、そうなんですね。どうだよ、なんか許して何だけやらされたりとかしたことも。ああ、それだけ、それだけやったんですね。まあ、そんなこともあったんで。はい。ここまでゲストの皆さんに事前に伺ったアンケートをもとにお話ししてきましたが、うん、はい、ベリーズコンボの皆さんにはすでに何回も来ていただいているので、うん、スタッフがもはや打ち合わせしても特に聞くことがないと、はい、はい、勝手に判断し、今回はメンバーの皆さんについて、マネージャーさんにもあれこれアンケートしてました。あ、それはいいね。面白いですね。それはいいね。それはいいね。画期的。